ちゃ。こんにちは。平川さん。はい。はい、間もなく日本シリーズが始まります。ねえ、はい。本当にね。ということで。ようやくっていう感じですか？ああ、ちょっと長かったな。待ち時間長すぎるわ。なんかちょっと楽しみにしてますよね。そうだよ。平川さんね。で、1本動画早とちりで、ね、1本無駄にしたし。そうそう、なんか、ね、予想の動画を実はもう1本撮ってたんですけど、ちょっと内容を変えたくなってきたことがあって、取り直しということでね、はい、はい、豊かの予想、はい、日本シリーズ編ね、はい、まず第一戦の先発投手、はい、ね、まあここら辺はもう話が漏れてるんだよね、いろいろね。そうですね、なんか発表というよりはこういうことが分かったよっていう報道があって、まあ順当に山本由伸と奥川が投げるということでね、はい、まあ第一戦スタートするんだけども、はい、まあズバリ予想は4勝2敗でが優勝ということで、まずはこの2人の成績をね、はい、ちょっと見ていきたいと思うんだけども、はい、この投手が投げ合う、はい、で山本に対して奥川を持ってきた、18勝5敗、はい、防御率が 1.39、はい、勝率が7割8分3厘の奪三振が206で、はい、4冠に輝いてるピッチャーなんだよね、はい、もう抜群と言ってもいいよね、うん、今季のあの山本の投球というかね、うん、それに対してヤクルト奥川もう投げるたんびに成長してきてる、はい、ね、9勝4敗、まあ、10勝できなかったのがちょっとねもったいなかったということと、うん、防御率が 3.26、うん、もっと良くなる話だよね多分、はい、で勝率が6割9分2厘、うん、で投球回に105に対して吉四球が12ということで、とても少ないですね、うん、だから本当に無駄がないピッチャーなんだよね、うん、これは投手が投げ合う、どっちが勝つ、まあ、今無敵の山本投手なので、うん、山本投手なのかなと思いながらも、奥川投手もこうクライマックスシリーズなんかでも、まあそうだね、とてもいい感じだったので、まあ、プロ入りこれ記録には残らないらしいんだけど、初完封をしたということでね、はい、うん、山本も完封をしているという、うん、まあ、お互いこう絶好調で当たり合うのかなという、うん、それと奥川は大きな舞台に強いというものすごい印象があるよね、大舞台に強いという、はい、もちろん山本もこれはもう日本のエースだから、もちろんそういうことが言われてるかもわからないけども、はい、この投げ合いで日本シリーズが幕を切ると、はい、だけど俺は初戦重視ということで言えば勝った方がいっちゃうかなという感じがするんだよね、うん、なるほど、だから奥川が負けるとは思わないし山本が絶対勝つというふうには思わないけども、うん、だけど部はどっちにあんのかなっていうふうにやっぱりどうしても考えてしまうよね、はい、で、うん、オーダーを見てみると、はい、まずヤクルトね、はい、ヤクルトが先行で始まります、でオリックスと、はい、オリックスがこうなるんだけども、まあ、ヤクルトの方を見てみると、まあこれは鉄板で変えようがないという、うん、まあ、その中に1戦目2戦目っていうのは DH 制を引くんで、はい、投手がいなくなって川端9番ということはない、おそらくちょっと上位の方を打たすと思うんだけど、はい、まあ、川端で DH はいいのかなっていうふうに思ってる、うん、でやっぱ川端がこの打線の中に入るっていうのは相当な厚みになるんだよね、だからよりパワーアップするという打線が、なるほど、でオリックスの方、はい、オリックスの方は大体こういうオーダーで来るのかなという、ピッチャーによっては多少変わるかもわからないけども、うん、はい、だけど、まあ、大体こういうことで行くのかなという、でポイントは吉田、はい、これなぜかというと、まあ、DH に入ってたんだよね、うん、クライマックスシリーズは、はい、それで足の状態がどうなのかということを考えると、やっぱり DH が最適なんだけども、うん、セリーグの本拠地でやるようになると DH が取られちゃう、はい、そうした時に吉田が守れるのかどうなのかっていう、うん、だからおそらく守りにはつくとは思うんだけども、はい、やっぱそこの足をかばっての守備がどうなんだっていうことがなんか最大のネックになりそうな、オリックスにとってはね、うんうん、だからポイントは吉田、まあ、はい、だから要するにこう川端であったり、はい、吉田であったり DH を予想される選手がポイントを握ってくるかなっていうふうに思ってるんだよね、うん、まあこういうオーダーでおそらくいくと思います、はい、はい、ということで両チームの成績を比較してみたいと思うんだけども、はい、まあ、今季シーズンが終わって全て終わった成績が、まあ、こちらと、はい、これはチームの成績ですね、チームの成績ね、はい、でヤクルトは率が2割5分4厘、はい、防御率が 3.48、うん、まあ、これを比べてみるとオリックスが2割4分7厘と防御率が 3.31、うん、まあ、率はいいけども防御率はオリックスが勝ってると、うん、まあ、ここら辺ではトントンじゃないかという、まあ、そんな大差はない感じがしますよね、
うん、それで得点が625、はい、ヤクルトがに対して551、ここが大きく違うんだよ。それはまあリーグが違うからね。それはなんていうの、これが正しい数字かっていうとさ、またちょっと違うかもわからないけども、12球団で600点超えてあるのはヤクルトだけなんだよね。だから相当な打線の破壊力は持ってるということ、はい、それでホームラン数142に対して133、はい、やっぱりヤクルトの方が打ってるという、はい、9本多いですね。ね、で盗塁70対50、うん、これはやっぱ足を使った攻撃もやっぱりヤクルトは仕掛けてくるということで、やっぱこの数字がすごく625という得点力というのがすごくやっぱ脅威になってきてるんだよね。攻撃面を見るとヤクルトが有利なのかなっていうって思うよね、うんうん、はい、だからあの先ほど打線見てもさ、まんべんなく打てるヤクルトと、はい、やっぱ上位はオリックスはいいかもわからないけども、少し下位の部分でちょっとヤクルトとの差があるかなっていうような感じがするんだよね。でただしヤクルト、そうは言ってもこの投手陣をじゃあヤクルトが簡単に打てるかっていうことだよ、はい、で山本、宮城、田島、山崎、はい、ね、うん、がおそらくこう先発候補として名前が上がるんだけども、うん、それに対してヤクルトは奥川、高橋、原、小川、石川など、うん、ね、はい、サイスニードっていうピッチャーも入ってくるかもわからないし、わ、はい、からないんだけども、まあどういうふうな投げ合いをするかによってやっぱ勝敗は大きく、俺はこのシリーズは変わってくると思うんだよね。うん、そこで、はい、第一戦、うん、オリックスとヤクルト、はい、山本対奥川、はい、これが投げ合う、はい、第一戦が有利っていうふうに言ったよね、はい、勝った方が、うん、そこでズバリ予想は4勝2敗で、さあどっちなんだ、はい、これいいか何何いや、井高さんはその、うん、これじゃない動画を撮った時には、うん、俺は、あ、だからもうこれめくってからやるね、はい、そうしましょう、はい、ズバリ予想は、ズバリ予想は、はい、オリックスが優勝ということ、はい、この前の1本前の動画っていうのは俺はあのお蔵入りになっちゃったやつですよね。お蔵入りになったやつは俺はヤクルトの4勝3敗って言ってたんです。そうなんです。その条件は奥川を山本にぶつけないという条件だったんだよ。そうすると4勝3敗ヤクルトが優勝、これが豊さんの本命だったんですよね。本命だった。でもヤクルト側が奥川がもう初戦、はい、山本と投げ合う、こうやった時にこの成績を上げてるピッチャーに対して奥川が勝てるかどうかっていうのが心配なんだよね。うん、いや勝ったら、うん、俺ヤクルトが勝つと思うよ。でも山本が奥川に負けるとは想像できないんだよね。うん、確かにクライマックスシリーズの時に山本は立ち上がり非常に硬かったよ。うん、5回以降はパーフェクトに抑えたけども、はい、5回まではすごく硬かった、はい、一方奥川はすごくリラックスして自分のペースで最初から最後まで投げ切れた、うん、だからここら辺の物の大きさっていうのは感じたんだけども、うん、だけど今年の山本に18勝5敗のピッチャーに9勝4敗のピッチャーが勝てるかどうか、倍勝ってんだからね、こっちは、うん、だからここを俺は奥川が2戦目、高橋が3戦目っていうことになれば、はい、俺はヤクルトの優勝があると思ったんだよ、うん、そういう動画を撮ったんだよね。そうですよね。というかもうヤクルトが優勝っていう予想でしたもんね。そうそうそう、豊さんはね。でオリックスが優勝するためには、はい、奥川と山本が投げ合うことだったんだよ、うん、だから奥川を山本が潰すということ、はい、で初戦に当たってもつれてきたらまた同じ対戦におそらくなるんだよね、うん、でオリックス側も奥側に勝たせなと、山本で潰せというようなことになってくるとやっぱり2敗しか多分しないと思うんだよ。で俺はヤクルトが勝つの条件として2戦目3戦目で奥側は高橋で勝つ、うん、これで2勝、はい、他のピッチャーで勝てれば4勝2敗になるけども、他のピッチャーが勝てなくても4勝3敗でまた奥側高橋で勝てるという、そういう俺は計算だったんだよね、はい、でもここで勝てないとやっぱヤクルトの優勝はなんか薄いような気がしてならない、うん、ということはオリックスが4勝2敗で優勝するというそういう予想です、うん、だからまあ例えば、まあ、ここに先発ピッチャー、まあ、サイスニード書いてないけども、うん、まあ、こう名前は挙げてるよね、うん、
誰と誰が当たるかによってこのカードは大きな違いを生んでくるんだよね。多分なるほど、いつのタイミングで誰が投げるというよりは誰と投げ合うかっていうのがポイントってことですね。そう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 、だから第一戦目を見て、うん、これを見た時に俺はショックだったのよ本命の予想に反することになったからですか。そう、俺は高津監督はここは外すと思ったんだよね。そうするとこう順当な感じに、うん、まあただ、うん、まあ、ヤクルトがこう奥川の成長過程を考えた時にね、はい、ここで山本と投げ合って日本シリーズで大きな白星を挙げたとなるとまた大きな成長になってくるよね。これはそうですね、うん、だからそこでやっぱり逃げることも考えたと思うんだよ山本から、うん、でもそこで行けと言ったのは期待だよね。うん、だからその期待に応えてほしいけどね。そしてまたすごく調子がいい状態なんでしょうかね。まあそうですね、それはまあ楽しみですよね、うん、でも勝てとは言わないけど負けるないやだから0点で抑えたら負けないわけだから、はいはい、だから0対0で2人が降りるっていうようなそういうピッチングを見せてくれるとまたすごいなっていう、すごい日本シリーズが始まったなって思うんでね。うん、そうですね。だけどどっちかに予想しなきゃいけないから、はい、まあズバリ予想は4勝2敗でオリックスという、はい、ことでね、ここが俺が引っかかったということだけです。はい、事前に ね先発ピッチャーが分かるのもちょっとなつまんないんだよねなんかねプレゼントをさ渡すよっつって何と何ってもう言われて教えられてるみたいなもんじゃない。あのサプライズ感がないっていうことです、ね、ないんだよ。だから嫌いなんだよ。だからもうさ酒のつまみでもさいや山本で来る、いや奥が外すよとかさ、うん、じゃあ1戦目誰なんだって、いや誰かわからないけども、うん、2戦目3戦目重視なんだよっていうような話ができないんだよねもうねさっきまでそんな話してましたもんね。そう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 、うんうん、だけどすごく楽しみな日本シリーズがまあ明日からというか今日からというかね、始まります。はい、間もなくです。はい、面白い試合期待してます。はい、頑張ってください。はい。